市畜山インターチェンジは、新潟県新潟市中央区市畜山にある国道7号、国道8号新潟バイパス、栗の木バイパス、国道49号、亀田バイパスのインターチェンジ。クローバー型で、森土地部の新潟バイパスと、地上部の栗の木、亀田両バイパスを連絡する、実質的なジャンクションとなっており、藍津若松方面から、坂田方面へ向かう車線を除き、 立体交差で接続している。新潟バイパスは、東インターチェンジを境に、西側が国道8号、東側が国道7号、南側が国道49号となる。東インター以北の栗の木バイパスは、国道7号の区間で、国道8号49号等の重複区間となっている。黒崎 IC において導入された、 カラー連携表示では交通誘導や安全性の向上に一定の効果が見られたことから2010年に東 IC にも導入された。東 IC から栗の木バイパス、四畜山交差点にかけての約 1km の区間は最大5車線が設けられ、合流、分岐が多いため車線変更を行う車両が非常に多い上、方面別の車線も複雑化していることから、 同区間では2004年以降、年平均40件以上の事故が発生している。このため、方面別に、車線案内を行い、加えて、合流、車線変更、対向車に関する注意標識を増設するなどの改善を実施し、事故対策と交通の整流化を図るもので、新潟市中心部方面の車線では2010年2月末、柴田、三城、阿賀の方面の車線では、 同年秋に改修工事が実施され、それぞれ方面別の連携表示や、標識の表記内容を詳細化するなどの対策が講じられている。国と新潟県、新潟市は1992年9月、栗の木バイパスを含む、七畜山 IC10 億より一丁間の延長5 6トルを、モズ島ルート線として、新潟市の都市計画道路に指定し、すでに品野川にかかる、 流棟橋が整備され2002年から供用を開始している。それに加え、慢性的に渋滞している栗の木バイパスを一部立体交差化する栗の木道路の事業が2007年度から、加えて東 IC の完全立体化及びあたり IC 周辺の道路構造を改良する七畜産道路の事業が2011年度からそれぞれ事業化された。計画では栗の木バイパスには、 平面区間に加えて連続立体交差区間が新設され、東インターの新潟、栗の木バイパス総合間は立体交差区間のみの接続となり、平面区間からの流入、流出は不可能となる。そのため、平面区間から新潟バイパスへの流入、流出は、黒崎、ソア方面が弁定インターチェンジから、柴田方面が東 IC 東側の、 四畜古道橋付近に新設されるハーフインターからの接続となる予定である。ありがとうございます。